こんにちは。今日はね、2022年1月16日、日曜日でございます。私はね、今ね、京急のね、横浜駅に来ております。今回の動画なんですがね、今回は私は今からね、京急川崎駅までね、京急でこう向かおうと思うんですがね、今回はね、京急のこのね、まあ、名物列車、京急2100型にね、乗っていこうと思います。そしてこのちょうどね、反対側、これ三崎口方面に来る列車でね、僕2100型が来たんですがね、僕2100型はね、まあ、あんな感じの車両、僕わかりますかね。僕ね、普通の列車なんですかね。まあ、これね、これ2ドア、その真ん中にこう長い窓があるっていうね、これね、まるでこう特急列車みたいなね、そんな感じの車両なんですかね。京急2100型っていうのはね、これ座席もね、もうね、関東ではね、これ珍しくね、こう転換クロスシートとね、なってるってね、まあ、そういう車両なんですね。今回はね、まあ、その京急2100型にね、もう乗っていこうと思います。そのこれね、今回はその京急川崎まで行くんでね、これとは反対側の方向に、ね、これ列車に乗るんですかね。まあ、今回の最後運用とか調べたわけじゃないんでね、もうこれね、あれ、まあ、いつ来るかとかわかんないんですよね。まあ、こう来るのを待ってね、まあ、これね、まあ、京急2100型になってね、こう京急川崎まで向かいたいと思います。で、まあ、皆さんよろしくお願いします。その京急2100型っていうのはね、まあ、こう快特運用ね、まあ、ね、しかね、もう基本的にはこうつかないんですがね、今ね、これね、快特がちょうど発車したばかり、それから今のはね、違ったんですがね、まあ、これね、まあ、次の快特でね、まあ、こう京急2100型はね、まあ、来るんでしょうか。次に今がね、まあ、これね、さっきの次のね、こう快特が来るみたいです。そこに二度あって言ってたんで、これがこう間違いなく京急2100型、それも来たんですがね、これね、これでも全くね、狙ったわけじゃないんですがね、僕ね、この偶然ね、これ、これね、京急のね、こう青いね、こう京急、これブルースカイトレインなんてね、言われたりしてる車両なんですがね、それからこう来ましたね。いや、こんな感じに運がいい。まあこれね、京急ってこう基本的にはね、こう赤色なんですがね、これね、こんなね、青いやつもね、こう中にはいるんですね。それまさに今ね、いたのはね、これウィングシート、こう指定席部分だったんで、ね、まあこれね、僕指定席じゃない方に乗りたいと思います。それじゃね、横浜駅を走り出します。さっきのこの指定席の話なんですがね、もう京急ってね、前はね、これね、あれ、まあ、この座席指定列車っていうのはね、こう夕方のこうラッシュ時間帯に走ってるね、この京急ウィング号っていうね、これ、選手指定席のね、こう列車しか走って、ね、もう指定席っていうのはね、こうなかったんですがね、最近ね、これね、あれ、どうやら普通の快特にもね、こう指定席部分、こういうウィングシートっていうのはね、できたみたいです。JR の東日本でいうね、こう2階建てのグリーン車みたいな、そんな感じですかね。まあ、そんなのができたようです。列車でも横浜駅を発車したんですかね。いや、これすごい、なかなかね、こう恐ろしい加速力だ。いや、これほんとね、めちゃめちゃ加速力いいですよね。まあ、京急ってね、ほんとね、こうね、トップスピードが速いだけじゃなくね、加速力っていうのはね、バカみたいに速いんですよね。いや、ほんとね、加速がめちゃめちゃ速い。もうね、列車が横浜に発車してすぐですからね、もうこんな速度ですからね。ほんとこれなかなかね、加速力だ。でも今からこう車内の紹介をしようと思うんですがね、車内はこんな感じ、こんな感じにこう転換クロスシートがね、こんあってね、もうこれね、まあ、今回人が結構乗ってたんでね、あんまり映すことできなかったんですがね、もうこれはね、もう後ろにもずらーっと並んでるとね、そんな感じ。でもこれほんとね、こう関東でこう転換クロスシートって、こうなかなか珍しいですよね。もう関西の方にじゃ腐るほどありますがね、関東の方ではね、なかなか珍しいと、そんな感じ。まあ、でもね、これ関西の方みたいに、ね、自分でね、こうね、座席を転換するってことはね、できないみたい。だからこれ、まあ、これね、車掌さんとかがね、一斉に、こうね、座席を転換するってことしかね、できないみたいです。でも本当にこう、座り心地もよくね、これね、本当にこう、特急列車みたいね、そんな感じでしたね。でもこれね、今ね、まあ、速度がね、結構遅め、もう京急の快特ってね、これね、いつもこうぶっ飛ばしちゃって、ね、そんなイメージなんですかね、まあ、こう前の確率、まあ、確率、まあ、京急普通か、京急前の普通列車にね、これね、詰まってしまってるってね、そういうことなんでしょうか。そしてね、今から神奈川新町駅をね、こう通過。そう、神奈川新町でね、これ、前の各普通列車を抜かすのかなと思ったんですがね、ここでもこう抜かしませんでしたね。まあ、あとね、こう、神奈川新町といえばね、まあ、こう、数年前にあったね、こう、京急のこう、踏切事故っていうのね、そう、こうね、まあ、こう、印象的っていうね、そういうイメージっていうね、ありますよね。そう、列車にこう、普通列車を抜かしたんですがね、こう、普通列車を抜かしてる瞬間ね、列車は、ね、一気にこんな速度まで上げました。いや、こう、なかなかね、早いですよね。まあ、ね、そして、ね、最高速度120キロの到達。まあ、これ、ね、JR で120キロだったらね、まあ、当たり前っていうかね、まあ、よくありますがね、私鉄で120キロって、ね、もう長高いんで、ね、もう見られないような気がします。いや、でも本当にこれ速いですよね。もう速さといいね、こう快適さといいね、本当に、まあ、これまるでね、特急列車。まあ、さっき言わせてたんですけどね、まあ、列車っていうのはね、もう横浜を発車するのは常に、もう京急川崎なんですよ。まあ、これね、途中京急が結構行っちゃうんで、ね、快特がもう全部通過。もうなかなか速いなってね、そんな感じなんですよね。もう列車にこの川崎のすぐ手前までね、来てますからね。列車今待ってたのね、これね、ツインガーは、いやもうほとんどのツインガーですからね。いや、ほんとなかなかに速い。それも今この辺はそうでもないですね。京急っていう
すぐに、そこに住宅の中に120キロを吹っ飛ばしていくってことに、もう絶望マニアからね、裏道の超特急なんてね、もう言われたりもね、もうするんですよね。いや、ほんとそんなにね、まあ早いってね、そんな感じ。そしてここね、こう、高架下に上がりね、この電車で、京急川崎に到着、やっぱね、もうすぐ着いちゃったな、そんな感じなんですかね。いや、もうなかなかすごいですよね。僕は京急川崎のこう直線なんでね、まだこんなそこにね、走ってますからね。もうね、京急急ね、横浜ね、砂の中にね、もうね、JR とこう、ね、強行してるんですよ。そのためね、僕ね、加速性能、減速性能がこうめちゃめちゃいい電車を作りね、僕ね、少しでも JR を対抗できるようにしようって、まあ、そうしてるようです。僕ね、実際はね、JR の方もね、こう少しね、まだそれも買ってみたいなんですがね、でも京急なかなかね、早いですよね。ちなみに、JR 側っていうのはね、このね、蒲田に東海道線はこう止まらないんですがね、僕ね、京急の回とかね、京急蒲田に止まりますからね。それで、まあ、なかなかいい勝負してるのね、本当早いな、そんな感じ。電車こう一瞬で、京急川崎に到着してしまいました。で、ね、最後にね、この乗ってきたね、京急2100型ブルースカイトレインをね、この見送りたいと思います。で、今回お世話乗ってきた列車っていうのはね、海徳の泉岳地域だったんですがね、僕ね、泉岳地図だけ表示するとね、僕はどこやねんって感じなんでね、もう品川方面泉岳地ってね、もう表示するんですね。もう本当ね、まあ、なかなかですね、僕はね、優しいなと、そんな感じ。で、ね、もうブルースカイトレインっていうのはね、普通のね、これね、600型っていうね、もう普通のね、もうこんなね、転換クロスシートじゃなくて、ね、ロングシートの列車にもね、これ、全面青のね、ブルースカイトレインっていうのね、走ってるんですね。で、この動画の水平ね、まだ残ってたんですかね、京急の川崎のね、こうバタバタ式のこう行き先表示、行き先案内機。これ、これ、この日ね、私もバタバタのね、こう行き先案内機をね、これ、動画こう撮ってね、こうまた別の動画をこう出してると思うんですがね、これ、ね、これももうね、なくなってしまうみたいですからね。ただ、この動画が出てくるんでね、もうなくなってんじゃないかなと思います。まあ、てね、俺今回の動画ではね、京急2100型をね、ご紹介してきたんですがね、どうでしたか？もうほんとね、なかなかね、こう快適で、僕もね、すごいこう特急列車みたいだったのかって、そんな感じ。僕も快徳でね、その速度も速くて、ね、本当にこう特急列車さながらでしたよね。まあ、ではね、僕の動画はここにしたいと思います。まあ、皆さんもね、もしね、今度京急に乗る機会があればね、僕ね、京急2100型をね、僕を狙ってっていうかね、まあ、乗ってみてもね、もう面白いかもしれません。まあ、ではね、この動画はここにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どうぞお願いします。ではね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。